まあ、個人的にも浸透してきてますし、やっぱりチーム全体的に浸透しているので、まあ、リーグでもだんだん結果が、ね、出てきているので、まあ、出てる選手、出てない選手もチーム全員で理解してやれてるんじゃないかなと思います。前半は特に、まあ、入りも良かったですし、まあ、そのいい流れの時に1点を取ってれば流れはまあ変わってたのかなと思いますけど、まあ、そこも自分たちの力のなさですし、まあ、そこはやっぱり失点してしまっているので、まあ、そこは全員が修正して、出田選手が修正して、まあ、次にその反省を生かせればいいかなと思います。まあ、守備のところでやっぱりもっと球際とかそういう強いところ行きたいですし、まあ、もっと安定したプレーをその90分間やり続けながら、やっぱりそのゴール前に飛び込んでいったり、攻守においての存在感っていうのをもっと出したいですね。まあ、本当に次の水曜日の試合が本当に自分の中でも勝負ですし、この間リーグ戦勝ったので、まあ、このルヴァンで止めずにそのまま勝って、リーグもどんどん勝ちを積んでいきたいですし、大事な試合になるんじゃないかなと思います。まあ、僕含めチーム全員が勝ってリーグに勢いを持っていけるように頑張るので、応援よろしくお願いします。